皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。今週の CD アルバム売上レポートから2024年10月28日、10月30日の集計が明らかとなり、SnowMan の「レイズ」が97万1313 13枚を売り上げて首位を走っている。本作は、10月30日にリリースされた SnowMan のフォースアルバム。シングル表題曲「ダンガーホリック」。 ラブトリガー、ウィール・ゴー・トギャザーに加え、リード曲、エンパイアを含む新曲10曲が携帯共通曲として収録されている。現在、2位以下に大幅な差をつけて首位を独走中だが、初週ミリオン突破となるか注目したい。続いて、現在ワールドツアーを開催中のセブンティーンスピル・ザ・フィールズが3万2077枚を売り上げて2位につけている。 そして3位には、ガールズ2のニュー EP、「より道テイク・イット・イージー・ベイビー」が2万7396枚を売り上げて走行中だ。また、パフュームのコンセプトアルバム、「ネビュラ・ロマンス」前編が2万6922枚で現在4位を走行中。10月30日公開の総合アルバムチャートで総合首位を獲得した、竹内マリアのオリジナルアルバム、「Precious Days」。 が2万1663枚で現在5位につけているビルボードジャパンアルバムセールス集計速報2024年10月28日10月30日の集計1位レイズ・スノーマン97万1313 13枚2位スピルザ・フィールズ・セブンティーン3万2077枚3位寄り道・テイク・イット・イージー・ベビー・ガールズ2 2万7396枚4位ネビュラロマンス全編パフューム2万6922枚5位プレシャスデ・デイズ竹内マリア2万1663枚ビルボードジャパンの CD セールスデータはサウンドスキャンジャパンのデータを使用していますどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう